Hey everyone, have you heard about the band Nanoha? It's super cool. Sayaka's vocals are so cute. I want you to listen to this band. It's about to begin. Tune in to Nanoha no Oto! Come on! レディオベリーをお聞きの皆さん、こんばんは。栃木県足利市育ち、6ユニット、ナノハのギターボーカル、さやかです。もう7月ですね。やばいやばい。今月も元気よくやっていきましょう。ということで、ラジオメッセージ、今日も読ませていただきたいと思います。ラジオネーム、あかねさん、ありがとうございます。この前のナノハの楽曲紹介よかった。いろんな雰囲気の曲があるんですね。またこの企画やってほしいです。ラジオですぐに笑っちゃうさやかちゃん、かわいいですねえ、なんでこんな笑っちゃうんだろうね。なんか自分の言ったことに対して笑っちゃうよくわかんないんだけどね。私もなんかこの前やったナノハの曲紹介の企画いいなって思ったんで、まだまだねナノハの隠れてる名曲をたくさんあるので、あのまたこの企画やらせて もらいますんで、あのこのガラガラボックスに入れときますありがとうございます。次、ラジオネームラッキーくん、ありがとうございます。さやかさん、こんばんは。こんばんは。足利シューマイ食べてきました。いいですね。普段シューマイというと胡椒が効いた肉に醤油、かっこ個人的にはポン酢。ポン酢いいね。私もポン酢大好きで食べてたので、ライスがマストだったんですけど、意外に甘くて優しい味だったので、おつまみ感覚でペロッと食べちゃいました。シューマイにソース合うんですね。また時間ができたら足利観光行きますね。ライブ頑張ってください。ということでありがとうございます。確かにね、おつまみ感覚っていう言い方、表現いいね。私もこれからそれ使いますね。足利シューマイ何って聞いたら、おつまみ感覚でペロッと食べれるやつだよっていうありがとうございます。ドラキ君とあかねさんには番組ステッカーをプレゼントします。ありがとうございました。皆さんもたくさんラジオメッセージ送ってください。それでは今日もオープニングナンバーはこの曲を聴いてください。ナノハフューチャリング34セントで、もうちょっとだけ。はあ、もうちょっとだけでいいから、私に恋をしてほしいの。はあ、もうちょっとだけでいいから。ありがちな三角形グレーゾーンな恋したいしたいけど、あれこれなんだかんだと周り正直もいいってないね。気づけばタイムリープ、タイムリーに右肩下がりなイメージ、すれ違う今夜はきっと目も合わせず深い眠りの一歩を通行。26日にリリースされる新曲ナノハフューチャリング34セントで、もうちょっとだけでした。このもうちょっとだけという曲なんですけど、レディオベリーのパワープレイにも決定しました。イエーイ。今月ですね、ガンガン流してもらってますので、ぜひ皆さんチェックしてください。改めまして、栃木県足利市育ち、6ユニットナノハのギターボーカル、さやかがお送りしているナノハの音。続いてはこのコーナー、今週のさやかさん今日はため気味にねこのコーナーは皆様に私さやかのことを知っていただく、お題でさやかをディグるコーナーです。今週もこのガラガラボックスが用意されています。日に日にボールが増えていくガラガラボックスですねさあ、今週はどんなお題をピックアップするのでしょうか。いきますよ。じゃん。無性に体が欲しているもの。
なんでこんな毎週難しいなの。なんかマニアックになってきましたね、このお題がね。体が、無性に体が欲しているものですか。食べ物ってことですかね。あの食べ物でいいか。なんかいつも食べ物のこと話してるけど。なんだろう、私はもう何、常に酸っぱいものと辛いものを常に欲してますね、体は。なんか酸っぱいものはちっちゃい頃からよく食べてたんですよ。で、梅干しが大好き、梅干しマジで大好きで、あと何、スイカとか、スイカおっさんみたいなんだけど、本当にちっちゃい頃からなんかそういう梅干しとかスイカとかよく食べてたんですよ。で、なんか一番好きな梅干しっていうのがあって、なんか梅干しの話しちゃうんだけど、あでもどこのやつか全然知らないんですけど、あのちっちゃい頃からなんかよくおばあちゃん家に遊びに行ってたんですよ、夏休みとか長期休みの間で。おばあちゃん家に行って、なんかこう手のひらサイズの何、壺みたいな、瓶みたいなやつに入ってるちょっと大きめの、あの柔らかい梅干しですね、それがマジでうまいんですよ。で、永遠に食べてましたね、毎日。で、あ、食べ終わっちゃったと思ってこう戻しとくと、次の日になると復活してるんですよ。どん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 こう何、補充されてて、私が食べ過ぎて。でも本当にマジでめっちゃ美味しいんですよ。で、ちょっと甘めなタイプの梅干しでも酸っぱい梅干しが私すごい好きで、で、なんか私大人になって、まあ、たまにまだおばあちゃん家に遊びに行くんですけど、なんかそれでも大人になってもまだ食べてますね、行ったら。マジでうまいんですよ。カリカリ梅より柔らかいタイプ派ですね、私は、梅干しに関してはね。で、辛いものなんですけど、辛いものはいつ頃だろう、高校生ぐらいかな、17、18ぐらいの時に目覚めてしまいまして、で、なんか今だとなんかとりあえず私七味か一味を結構何でもかけちゃうんですよ。しかも大量にね、なんかうわーってめっちゃかけるんですよ。で、なんかうちの何、ご飯食べる用じゃない普通のテーブルってあるじゃないですか、なんかこう何、普通にテレビ見る部屋にある、リビングに置いてある、まあ、こたつとかそういうやつの机の上に、私常に七味とラー油が置いてあるんですよ。だから何、ティッシュ、リモコン、七味、ラー油みたいな。もういつでも取り出せるように、なんかすぐ見えるところにないと落ち着かないっていうか。もうすぐにかけられるように置いてあるんですよ。で、蒙古タンメンとか、あのプルダックポックミョンっていう韓国の何、あれなんて言うんだろう、薬麺みたいな、なんかこうフライパンでこうやってやる麺があって、その黒いパッケージの辛さかける2倍みたいなやつがもうマジでめっちゃ辛いんだけど、めっちゃうまいんですよ。で、本当に涙出るぐらい、本当にたらこ唇になっちゃうぐらいめちゃめちゃ辛いんですけど、もうそれが大好きで一時期めっちゃ食べてました。で、あと私がすごい好きなあのお店があるんですよ、ラーメン屋さん、まあ、焼肉屋さん、まあ、どっちもあるんですけど、そこの雷ラーメンっていうのがまたさらにうまくてですね、味噌と醤油と塩があって、私は塩雷がおすすめなんですけど、で、その店によくわかんない透明の液体があるんですよ。で、それを何、まあ、みんな何頼めるわけじゃなくて、これを知っている人、この存在を知っている人しかこう何かけれない透明の液体があって、それがもう激ヤバ、人生で食べた中で激ヤバなぐらい辛くてですね、でもめっちゃうまいんですよ。で、なんか辛いの好きな人あるあるかもしれないんですけど、あの辛いの食べるけどお腹弱いみたいな。だから辛いのをめっちゃ食べたいんだけど、うわ明日大事な予定ある、どうしよう、
やめとこうみたいな日が結構あって、もう最近本当に忙しくって、なんか予定が結構詰まってて、でも本当に辛いもの食べたいんですよ。でも明日予定がある、お腹痛くなったら困ると思って、最近はちょっと辛いのを控えてるんですけど、まあ常に毎日辛いものは食べたいなっていう感じですねいやこれ本当あるあるだと思うんですけど、分かってくれます皆さん辛いもの好きなのにお腹弱いっていうそんな感じかな、無性に体が欲するもの。さあ今週も先週よりちょっとだけさやかのことを分かっていただけたでしょうか。引き続き来週も私さやかのことについてお話ししていきます。以上今週のさやかさんでした。栃木県足利市育ち、6ユニットナノハのギターボーカルさやかがお送りしてきましたナノハの音。あっという間にエンディングの時間です。エンディング曲はナノハで 2DK という曲です。さあ今週もお知らせのコーナー、7月26日にもうちょっとだけという新曲をリリースいたします。冒頭で言ったんですけど、こちらレディオベリーのパワープレイにも選出していただいてますので、皆さんぜひたくさんチェックしてください。そして7月29日と30日ですね、下野市の天平の丘公園で開催されるイベントに出演いたします。さらに8月11日宇都宮で開催されるサーキットイベントホームタウンにもさやかの弾き語りとして出演させていただきます。そしてなんと来週のナノハの音はこのホームタウンに出演する高校生バンドをゲストにお迎えします。ナノハの音史上初ゲストしかも高校生バンドっていうことですね。もう私も高校生の頃からバンドをやってるので、なんかいろいろね、なんか話せたらいいなって思いますね。エモいですね来週はずっとエモい気持ちかもしれません皆さんお楽しみに。ライブ情報など詳しくはナノハの公式 SNS で発信しているので、そちらをチェックお願いします。そしてカラオケジョイサウンドにてナノハの楽曲たちが配信中です。ぜひ歌ってください。番組では皆様からのメッセージもお待ちしております。メールはレディオベリーナノハの音番組ページから送ることができます。もしくはツイッターからハッシュタグ全部カタカナでナノハの音をつけて送ってください。この番組の感想やさやかに聞いてみたいことなどどしどしお待ちしております。そしてなんと今月からプレゼント企画を始めます。6月のワンマンライブから発売しているニューグッズですね、 T シャツとアクリルキーホルダー、ステッカーを抽選で3名様にプレゼントします。よっ、なんか太っ腹ですね、ぜひご希望の方はですね、メッセージにプレゼント希望と添えてメッセージをください。お願いします。お待ちしております。それではナノハの音今週はここまで。お相手は栃木県足利市育ち、ロックユニットナノハのギターボーカルさやかでした。来週も聞いてください。バイバイ。